高山一実が、西野七瀬ら元乃木坂46メンバーとのお忍び食事会の様子を公開。秋元真夏の卒業祝いで集まったことを明かし、さらば青春の光の森田哲也が、すごいメンバー、と絶叫した。動画、元乃木坂46メンバーのお忍び食事会の様子、愛のハイエナ2は、愛をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティー。ニューヨーク、嶋佐和也、屋敷裕政が MC を務め、さらば青春の光、森田哲也、東ブクロがレギュラー出演する。この日のゲストには、高山一実と藤崎奈々子が登場した。この日は、山本裕介がナンバーワンホストを目指すストーリーを追う看板企画、山本裕介、ホストになる。大阪編の第2弾が放送。ドラマ、花盛りの君たちへ、イケメン男性のマークパラダイス、富士系、映画、ルーキーズ卒業、など数々のヒット作品に出演した輝かしい過去を持つ山本。当番組のシーズン1では、山本が歌舞伎町のホストクラブでホストになったらいくら稼げるのかを検証してきた。最終回では、ホスト業界で聞く術を教えてくれた、分身、こと新湊一希さんが大阪に進出することが発覚。山本は軍神を追いかけ、さらなる飛躍を目指して大阪に行くことを決意した。果たして山本は、大阪で成功をつかむことができるのか。胸の下まであるロングの髪を自然に下ろし、健康的な腕が露になったノースリーブのブルーのワンピース、シルバーの揺れるピアスという爽やかな衣装で登場した高山。この日は、企画の中で山本が酒を飲みまくるシーンもあり、その流れで飲み会事情の話に、乃木坂46のメンバーとは今も仲がいいんですか?と聞かれると、高山は首をブンブンと縦に振りながら、集まります。本当に仲良くて、と回答。ここで、深川舞、秋元真夏、西野七瀬、若月由美というメンバーでの食事会の写真が公開された。豪華メンバーの仲良しショットに森田は、すごいメンバー、と驚きの声を上げた。写真について高山が、真夏ちゃんの卒業祝いをみんなでやりました、と説明すると、屋敷は、マジで仲いいっすね、とコメント。東袋から、朝まで飲んだりはしない、と尋ねられると、なかったです。この日は自転車で来ました、とノンアルコールで盛り上がったことを明かした。